はい、ヤングギター編集部の上田です。ヤングギター7月号、6月10日に発売になります。ご覧の通り、表紙は、6月に、新作ワールドオンファイヤーをリリースした、イングベイ・マルムスティーンになります。マイアミのですね、イングベイ自宅に、ヤングギター直撃取材しまして、すべて撮り下ろしの写真 と、まあ、現地での本人のインタビュー撮ってきまして、ロングインタビュー、関東大特集を、行っております。まあ、こんな感じでね、もう何本ギターがあるんだって感じで、イングウェイのスタジオ行ってしっかりといろいろと取材してきましたので、非常に内容の濃い、新作に関する内容の濃いインタビューになっているんではないかと思います。でですね、実はイングウェイ、特集に関してはこれでは終わりません。そうなんです、今月はですね、ヤングギター実はこんな厚さです。これだけだと分かりづらいので、これが通常号、先月号、まあ、もうほぼ倍ぐらいですかね。まあ、160ページ、通常より160ページ増ということで、その160ページ何に使っているかというとですね、まあ、通常だとここで終わるところなんですが、その後に160ページ、100% イングベイ・マルムスティーン2016と銘打ちまして、その160ページを全てイングベイの特集に使ってます。まあ、これが目次なんかあってですね、まあ、こんな風に、フォトギャラリーがあって、まあ、これはですね、スウェーデン時代のことを語っているインタビューだったり、まあ、こんな感じでもう超ロングインタビューですね。でここからはですね、まあ、あのデビューからのインタビュー、まあ、ややヤングギターでインタビューしてきたもののアーカイブをですね、ちょっとまとめてみたという感じで、こんな感じでババババババと続きます。でディスコグラフィーがあったりですね、彼の歴代の機材、まあ、ダックを含めですね、こんな感じでバーッと続いてます。でそれの後はですね、まあ究極のイングベイ奏法と銘打ってですね、まあ、こんな感じでネオクラシカルな奏法、これを弾けばもうあなたもイングベイ奏法はバッチリみたいなものがついてます。なおかつ、スコア2曲ライヤーと、エクリプスがついてますというところで、まあ、イングベイ大特集というところの号ではあるんですけれども、まあ、その他にもですね、エリック・クラプトン、これはですね、本誌独占の、最新インタビュー入ってます。まあ、海外のギターワールドのインタビューをですね、まあ、日本語に訳したものなんですけど、これ日本で国内では、ヤングギターだけの独占のインタビューとなってますので、こちらもぜひぜひ。その他はですね、まあ、イングベイ・マルムスティーンのストラトなんかも含めてなんですけれども、シグネチャーストラと、10本弾き比べてみましたなんて感じですね。これはウェブとの連動なのでですね、まあ、ヤングギターのウェブの方行っていただければ、ローリーさんが、めちゃめちゃ楽しい感じで、思想してくれてますので、こちらも要注目というかですね、ヤングギター .jp の方にアクセスしてみてください。その他今月は本当に盛りだくさんなんですけど、まあ、まあパパパパッと、ヤングギターには珍しくですね、これ映画の工藤官九郎の監督の、インタビューなんかもあったりですね、今話題のメイド姿の5人組パン、ロックバンドバンドメイドだったりですね、そうです、アンちゃんと島さんのですね、こんな、特別な対談があったりですね、アルフィーの高見沢さん、ライブレポートがあって、ブレッド・オー・マイ・バレンタイン、めくってっちゃうと全部見えちゃいますけどね、トリビアムがあったりですね、まあ、ブラックアース、アチエネミーの変名バンドですね、があったり、ディジー・ミズ・リジーありますね、ワイナリー・ドックスで、アイアン・メイデン、これは、ギターチーム3人トリプルギターに関して言う と、ヤングギターの独占になってますので、ぜひぜひ、あとは、高崎さんですね、本当にあります、マイケル・シェンカーという感じで、まあ、本当、目次もずらずらずらっと並んでるんですけど、まあ、盛りだくさんでなってますので、ぜひぜひ、6月10日発売になってますので、インターネット書店等でお買い求めいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。